違う、最近ね、違う、もう聞いて。最後に聞いて。あのね、ウイルスまみれ、本当にウイルスまみれになっちゃって、ちょっと明日起きたらパソコンのウイルスを除去しとくわ。本当にウイルスまみれになっちゃってネット繋がんないのね、ここをずーっと。あのね、夜中にね、俺パソコン2台寝室にあるんだけど、2台が15分おきにね、英語で喋りかけてくんのね。超でかい音量で。もう夜寝れないの。もう交互にこう、同じウイルスにかかっちゃって。もう交互に交互にね、ずーっと英語で俺に語りかけてくる。本当に辛くて。ちょ、みんな助けてくんない？あれ、なんなの？あのウイルスって。もう前、もう本当にもう、ノイローゼになるかっていうぐらいね。マジで許さん、本当にもう許せないことが起きた。マジぶっ殺すわ、本当許せねえわ。俺のもう一個のパソコンがウイルスで本当に完全に破壊された。だってもうこの、でもこのディスクがさ、毎回 100% いっちゃうんだけど、これ何？毎回ディスクが 100% いっちゃうんだけど、これ何？ずーっと 100% なの。常に。これ何マジで。これ何これ。ネットをこうやって開くだけでさ、ただニコ動開くだけで 100% なんだけど、どういうこと。なんでこれディスクが、これ何、何と戦ってんの今。症状が落ち着いてるのね。さっきまでさ、俺7時ぐらいから絶対枠取ってやると思って気合で枠取ってたんだけど、ずーっとパソコンがフリーズしてて、これ何、まずさ、一体何が起きてる？このさ、ディスクって何？このディスクって一体何？あのね、パソコンの処理自体は、あのね、遠隔操作のためが昨日徹夜でやってくれて、俺が寝てる間にやってくれて、多分相当軽くなってんだよ。で、あと一個なんかこの問題さえ解決できれば、米火も開けねえしよ。ずーっとディスクがもうほんと何も起動してねえのに、100%、100% なんだよ。今、こいつ、今、雲隠れしてんだよ。雲隠れしてんの、マジで。雲隠れしてんだよ。こいつさ、配信つけた瞬間に雲隠れし始めたんだ。ずーっとこれがね、赤く光って 100% だったの、今まで。2時間ぐらい。何もしてなかったね。何が原因だと思う？逃げ足、クソ早いんだよ。俺、ウイルスマスター持ってんだよ。なのに CD が入れらんねえんだよ、パソコンに。あの CD のあれがねえから。なんとかしてくれ。ノートももうサービス切れてんだろ、これ。開けねえし。折りたたむしかできねえ。ノートもサービス切れてんだよ。デッドバイオパンって開くじゃん。はい、はい、100% だった。はい、100% だった。もうこれ二度と動かねえよ。もうずーっとこれ 100%。おっ！こいつ、外向きになってる、外、ほら、な？おい、もうずっと 100%。今までこんなことなかったの。今までこんなことなかったんだよ。これ何これ。ずーっとこれ。これ何が悪さしてる？何が悪さしてる？マジな話。ネットに繋ぐと重くなるの。これじゃあなんだ？本気で。ネットに繋いだ瞬間ダメになるのね。もう一個のパソコンのさ、Wi-Fi のドライバーも焼けただれて、ウイルスのせいでドライバーがやられましたみたいなので、もうネット繋がらなくなっちゃったし。アンチマルウェアってやつが犯人。アンチマルウェア。どこ？アンチマルウェア。お、犯人見つけてくれた。アンチマルウェア。すごいすごい、みんな、アンチマルウェア。おい、じゃ今からアンチマルウェアマジぶっ殺すわ。アンチマルウェアの親も殺す。これだ。これだ、これだ、これだ、これだ。こいつ、こいつ、こいつ。おい、こいつだ、見つけた。おい、見つけた。ここ、何、こいつ、これ開けばいい。
見つけた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 。アンチマルウェアのタスクを終了するじゃん。このプロセスを終了すると Windows が使用できなくなるかシャットダウンされ、保存してないデータ全て失われます。おい、嘘だろ、おい。これ消したらもう終わりだろ。マルウェアのウイルス定義ファイル更新とディスクスキャンしろ。わかった。ちょっとアンチマルウェアをじゃあ逆に起動するわ。あ？ Windows Defender によるコンピューターのスキャン、これやっていい？ねえ。なんかスキャンしろって書いてあった、今。お、今俺見えた。これやるよ。あ、やった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 。バカマジ許さねえかんな、てめえ。俺のもう一個のパソコン焼けただれてよ。俺買いに行かなきゃいけないんだぞ、今日 Wi-Fi のコキー。なんでかって言うと俺、あれだから、その、電子機器買ったら CD インストールした瞬間に捨てるのね。俺もう二度とあの、バッファローのやつ使えねえんだからな。これユニバーサルドライバー、ちょっと待って。ね、ユニバーサルドライバーアップデートって名前クソかっけえじゃん。こいつのせいで、マジで深夜に15分に1回流れんのね。Warning! みたいな感じでずーっと、俺だから最近寝不足なんで、Warning! ってずーっと言ってくんのね。これいらねえだろ、こいつのせいだろ、間違いなく。ね、ユニバーサルドライバーアップデータと、アドバンスド PC ケア、ドライバーブースター、アドバンスドシステムケア10。俺もこれ消すぞ。ずーっとさ、たまにさ、俺が配信してるときにさ、変な英語流れるときあるでしょ。Warning! って。それマジで全部いらない？ユニバーサルはガチのウイルス、もうすぐ消すわ。ほんと腹立つわ。てか作ってるやつ死ねえよ、ウイルス作ってるやつ。あー、くそ、そっちチャンネルやってこっちでニコ生やればよかった。無敵のこの、あとアイオビットマルウェアファイターは、これはいるでしょね、アイオビットマルウェアファイターは結構強そうじゃない？ IO ビットマルウェアファイターどう？これマジで教えて。なんで俺こんなにファイターいっぱいかかってんの？いらない？もう全部消すわ。もう二度とダウンロードしねえ、何にもしねえ。ガンとして俺は、ドライバーブースター。じゃ、こいつのせいなんだよ。なんかね、ドライバーブースターが、え、いいんですか？ドライバーが古いですよ、みたいな感じで、警告出してきて、お、じゃあ全部更新してくださいって言ったら、ネット繋がんなくなっちゃったら、ウイルス全部入ってきて。古いドライバーが検出されました。スキャンできましたよ。ついにスキャンできました、みたいな感じで、切符を出してくんのね、こいつが。加藤さん、私がいてよかったですね、バリに。もうマジ誰も信じねえ。じゃあこれね、削除しても3日後にやってるっつって、サマーズの大竹みてに入ってくんだよ、いつもよ。何回も消してんだよ、このドクロのマーク。俺は記憶にあるもん、毎回消してんもん、こいつ。ユニバーサルドライバーアップデータがね、ほら、またインストールされた。おい、ドライバーブースターどういう、もういや、こっちはもうとりあえず後回しにしよう。そのドライバーブースター一旦後回しにしよう。強すぎる。ちょっとさ、ここはマジでやばい。同じ症状なら絶対いるぞ。ユニバーサルドライバーアップデータ。ちょっとさ、みんな、あのさ、俺もう今ネット動けないのね。ユニバーサルドライバーアップデータ調べてくんない？絶対やばいぞ。ユニバーサルドライバーアップデータ。ほんとやばいよ。調べてみ。ユニバーサルドライバーアップデータ。いや、キャプチャーできねえ。もう一個のパソコンだから。アンチマルウェア、ウイルスソフト入れてねえのね。そういう差別、したくないわけよ。仲間だと思ってんのね。だから、やってんだけど、なんかね、もう公式な感じで出してくるわけよ。ビル・ゲイツみたいなやつがさ、いきなり話しかけてきて、あの、Google の、Google じゃない、あの、Windows のマークみたいなのちゃんと出してきて、で、そんなこと言われたらさ、こっちは騙されるわけじゃん。で、前全部入れるのね。ちょ、ユニバーサルドライバーアップデータマジ消す。今から。
ユニバーサルドライバーアップデータに関するファイルが残っており、PC のパフォーマンスに影響しますって、今度は IOBIT アンインストーラーが言ってんだけどね。なあ、俺がさ、情弱だからってこいつらはめて、俺ビル・ゲイツって詐欺なんじゃねえの。そしたら今度はさ、IOBIT アンインストーラーが大丈夫なんですかみたいな。てめえも削除だよ、バカ誰が。え、こいつなんかいいやつっぽい。ちょっと待って。ねえ、IOBIT アンインストーラーはいいやつっぽくね。俺これさ、視聴者に聞いてさ、入れたやつじゃなかったっけ。ちょ、これマジで調べてくんない？ IO データ。これ、いいやつっぽいよね。これ、いいやつだよ、多分な。オッケーオッケー。IOBIT アンインストーラーだけ残しとこう。ダメだ！嘘つきだ！この機会を逃したくないと思います。今すぐ購入をクリックして通常価格より 75% 割引をゲット。75% 割引、お見合い買おうぜ！アドバンスド PC ケア、買うわ。死ねえ、このクソ業者が。すげえ、IOBIT アンインストーラーで IOBIT アンインストーラーをアンインストールできるんだけど。こいつやばいな。自殺することもできるんだ。気に入った。こいつの男気に入ったから、こいつだけ。みんな、ショップウィットはねえ、ショップウィットみんな入れてる？ショップウィット。青いさ、カゴのマークのショップウィット。言ってる、入れてる？ショップウィット。あの、青い、あの、買い物カゴの、やつ、ショップウィット。いらないな、オッケー。これ、2013年から入ってるわ。ショップウィットってなんだよ。おい、マジかよ。こんなもんかな。おい、ショップイットがまたインストールされてる。なにこいつ。マジでゴミだな、これ作ってるやつ。ストーカーじゃん。ボンジュール。ボンジュールは。ダンボールが開けてあるボンジュールは。これいるよな。これたら礼儀正しくない？ボンジュール。これマジで教えて。ボンジュール。これいる？ボンジュールってやつ。これいるの？アップルのやつなんだ。みんなよ、知ってるね。できねえわけよ。俺もずっとディスクや。これ、ずーっとこれだからもう。今日の7時から。おめえ見えてねえ。ずーっとこれなんだよ、俺。頭くるだろ。ニコ生も開けねえし。俺もう包囲されてんだよ、もう。え、これダメなの？もうさ、もうダメ？もうダメなの？正直な話。もうこれダメ？手遅れなの？あ、スキャン中だからね、わかった。ちょっとみんな、もう、祈るわ。これ、もう、スキャン終わった瞬間にまた枠取るから。ね、すねえじゃねえかよ。お、今、俺が見たら進み始めた。この辺、強敵多いんだろうな。頑張ってくれな。さよなら。ありがとうございました。ちょっと、あ、そう、スチームセール中止を。しかも俺、パソコン直ったんだよ。理由がわかった。なぜか知らないけど、俺のパソコン、ノートンが2個入っててさ、2個ともフルパワーで、スキャンしてたわ。おかしいと思ったんだよ。なんかパソコン内のさ、ウイルス全部削除してさ、なんていうの、重くなるはずがないのに、なんかノートンが2個入ってて、その2個ともに全力を戦い続けてたらしい。そのノートンがもう1個のノートンを攻撃して、攻撃し合ってたらしい。おかしくねえか。じゃあ一個まだ消えてねえんだよ。だからノート二個とも消そうと思ってんだけど、隠れてやがる、どっかに。ノートンの名を使った俺ウイルスなんじゃねえかって俺は勝手に思ってるけど。